1866年にエリシアンフィールズで行われたミューチュアルクラブ対アトランティッククラブの試合を描いたリトグラフ・ザ・アメリカン・ナショナル・ゲーム・オブ・ベースボール。このコーデは野球の歴史について説明する。ただし、野球の起源に関しては諸説があるため、現在最も有力とされている説を中心に話を進めることとする。戦士時代にすでに 野球のボールと同じくらいの大きさの石が人により使用されていたことが確認されている。アフリカ大陸の地中海沿岸地域からその石が多数出土した。これは何らかの武器であったと考えられている。足の速い動物を仕留めるために命中率と威力を兼ね備えた武器を求めた結果、野球ボールと同じくらいの大きさの石が最も適した武器であるという結論を得たと思われる。 農耕が発展すると、球体は、世界と、宇宙、つまりは、権威の象徴として、祭儀に利用されるようになった。古代、エジプトや、その他の地方では、大型魔を棒で打ち、その飛び方で、農作物の豊境を占っていたことが判明している。中世ヨーロッパでは、12世紀頃のフランスで、ラシュールが誕生した。2チームに分かれ、足や、 棒などを使い敵陣にある2本の杭の間にボールを通すゲームで今日のあらゆる球技の原型とされるスポーツである。死傷者が出るほど危険であるにもかかわらず人気が非常に高かった。これがイギリスにわたりストリートフットボールとなる。ボールに牛、豚の直腸や膀胱を使い、そのボールを敵陣内にあるゴールまで運ぶゲームである。しかし、大英帝国の発展とともに、 兵士が戦争や植民地支配へ借り出されるようになる。すると、牛や豚を殺さないとボールが作れないストリートフットボールの代わりに石に草の茎や糸を巻きつけるだけで簡単にボールが作れるスポーツが流行るようになっていった。そのうちの一つにラウンダーズというゲームがある。ペッカーやフィーダーと呼ばれる投手が小石を詰めた靴下。 などのボールを投げ、ストライカーと呼ばれる打者がそれを船の炉などのバットで打ち返し、訓や石でできた4つのベースを回るというものだった。また、ワンオールドキャットというゲームもあったが、こちらは、打者が棒で球を打ち、打球をノーバウンド、またはワンバウンドでキャッチしたものが次の打者になるというものだった。これらは少しずつルールを変えながらも遊ばれた。町民が、 集会所に集まり待ちの行政について話し合う、タウンミーティングが開かれた時によく行われたことから、タウンボールと呼ばれた時期があった。この時期にはすでに、投手が打者にボールを投げ打者が打ち返す、フィールドに適当に散らばった野手がその打球をキャッチ、それを打者走者にぶつければ打者はアウトになる、四つの類があり、走者がこれをすべて回って、ホームに帰ってくれば得点が認められる、など、 現在の野球に似通った部分が多く認められる。18世紀になると、選手の中から、ベテラン選手がチームをまとめる役どころになり、選手兼任で監督も行った。野球監督がユニフォームを着るのはその名残である。1744年間、小さな可愛いポケットブックに収録されている、ベースボールの様子アレクサンダーカートライト18世紀に入ると、英語のベースボールという言葉が、 書物に現れ始めるようになるが、これは大半が前日のラウンダーズのようなゲームの一種である、ストールボールを言い表したものである。イギリスで1744年に刊行された小さな可愛いポケットブックには、ストールボールを描いた規範画にベースボールと題された記述が見られる。またプリンス・オブ・ウェールズとその家族が1748年に野球のようなゲームを楽しんだとの記載が、 当時の側近の日記に記されている。アメリカ合衆国でベースボールという言葉が記された現在わかっている。最も古い文書は1791年にマサチューセッツ州ピッツフィールドで記された町のグラウンドの利用に関する内記である。これは町の集会所の窓にボールが当たって壊れないよう。 集会所の建物から80ヤード以上離れた場所でしか球技を行うことを認めないという内容で様々な球技のうちの一つとしてベースボールやバットボールといった記述が登場する。1834年にはアメリカでロビンカーバーヘンスポーツの本という本が発行されラウンダーズがベースボールとして紹介されている。ただし、 この時代にはまだルールは地方によってまちまちで定まったものではなかった。また1838年6月4日にカナダ・オンタリオ州のビーチビルで行われたタウンボールの試合の詳細な記録が後年1886年に発行されたスポーティングライフ紙に掲載されており、この試合はカナダにおける野球の始まりとされている。 1840年代、アメリカのニューヨークマンハッタンでボランティア消防団を創設したアレクサンダー・カートライトという男がいた。彼は団員の結束を強めさらに彼らの運動不足を解消するにはどうすればいいか考え、屋外でのスポーツという結論に至った。1842年、彼は消防団からメンバーを募り、ニューヨークニッカーボッカーズというスポーツ団を 発足させた。ニッカーボッカーズは近隣のマレーヒルという地域でタウンボールをするようになった。タウンボールはルールが厳格に定められたスポーツではない。ため、時や場合によってルールをいちいち変える必要があった。カートライトはこの煩わしさを解消するため統一ルールの策定に乗り出した。彼はニッカーボッカーズメンバーと議論し、意見をまとめた。 1845年のある晴れた日、マレーヒルでボールゲームをしていた団員のもとにカートライトがやってきて自身がまとめた新しいゲームの案を披露した。主なルールは以下の通り。団員は最初これを聞いていた時には嘲笑したが、カートライトの熱心さに押されてこのゲームをやってみることにした。すると結構面白いことがわかり、 団員らはすぐにクラブを設立することにしたという。これが今のベースボールの原型と言われている。1846年6月19日にはマンハッタンの対岸に位置するニュージャージー州、方坊県において最初のベースボールの試合が開催されたが、カートライト率いるニッカーボッカーズはニューヨークナイン相手に1から23で負けてしまった。この6月19日は、 現在の野球の基本となるルールで初めて試合が行われた日であることからベースボール記念日もしくはベースボールの日と呼ばれている。南北戦争はアメリカ合衆国北部で盛んだったベースボールを南部出身者に広める役割を果たした。こうしてベースボールは全米で人気を獲得したのである。アブナダブルデー1905年、スポーツ用品メーカーの創始者である。 アルバートスポルディングが主催するベースボール期限調査委員会が設置される。同意委員会は1907年にベースボールはアメリカ独自のスポーツである。1839年にアブナーダブルデーがクーパーズタウンで考案したのがベースボールであると発表した。この発表を受けて実業家スティーブン・クラークがクーパーズタウンに野球伝道を開設するなど、 ダブルデー説は国民の支持を受けた。しかし後にダブルデー説に多くの疑問が投げかけられていく。最終的にダブルデーは1839年にはクーパーズタウンにいなかったことが判明。委員会の発表は誤りだったことが分かった。ベースボールは誕生した後もルールの変更を繰り返している。 ルールの度重なる変更の狙いは試合時間の短縮化と試合のスリリング化の二つが挙げられる。ベースボールが誕生した当初は21点選手制だったが、あまりにも時間がかかりすぎるために1857年に9回終了時に得点が多かったチームの勝ちになった。最初は投手には下手投げのみが許可され手首のスナップを使うことが認められておらず、打者は投手に コースの指定ができた。初の本格的野球チーム、ニッカーボッカーズは、投手と打者の距離を特に決めておらず、塁間の距離も特定していなかった。ただ、本類から二類までが42ペース、一類から三類までも42ペースと書いていただけに過ぎなかった。1ペースイコール3フィートで計算すると2019年現在の90フィートと、ほとんど変わらない塁間89フィートとなる。 ところが、1845年頃のペースは、研究家によって2フィート半を意味していたことが判明しており、これに従うと1850年代途中ぐらいまでは、ほぼ確実に本類から2類までが105フィートで、類間は74.25フィートであったことになる。1871年に来日した、米国人、ホーレス・ウィルソンが、当時の東京海星学校床で教え、 その後、打球鬼ごっこという名で、全国的に広まった。したがって、日本国内の野球の創世期の歴史は、そのまま、大学野球の創世期の歴史と重なっている。なお、ホーレス・ウィルソンは2003年、その功績から、日本野球伝道入りしている。ただし野球を、試合と定義すると、明治6年4月下旬、開拓かり学校ですでに始められていた可能性がある。 ウィルソンが試合を始めたのは、改正学校に運動場が完成した、明治6年8月以降のことである。日本国外で、日本人が初めて野球をした時期としては、アメリカ巡業中だった軽業師一行が1872年6月7日、ワシントンオリンピックスと対戦し、敗れたものの17から18と検討した、ナショナルリパブリカン紙記事が、 米国人作家ビル・ステープル・ジュニアにより発掘され、2019年6月に米国野球学会総会で発表されている。1878年、平岡博氏が日本初の本格的野球チーム、新橋アスレチッククラブを設立し、1882年に駒場農学校と日本初の対抗戦を行った。なお記録上で日本で 初めて国際試合を行ったのは、青越夫が、当主時代の旧正一高ベースボール部で、1896年5月23日、横浜外人居留地運動場で、横浜外人クラブと対戦し、29対4で、対勝した。また、記録上で、日本で初めて、米国人チームと試合を行ったのも、同部で、同年6月5日、雪辱戦として、 横浜外人クラブから試合を申し込まれ、横浜外国人居留地運動場で、当時の米国東洋艦隊の襟すぐりによる、オール米国人チームと対戦し、32対9で連勝した。急速な人気の高まりから、野球に対して賛否両論が巻き起こることもあった。九百十一年に、東京朝日新聞が、野球とその外読と題した記事を連載し、 野球に批判的な著名人の談話などを紹介したが、これに対して、読売新聞などが野球用語の論人を張り、次第に野球に対するネガティブキャンペーンは人生化していった。大学野球の盛り上がりは高校にも広がり、1915年8月に大阪の豊中球場で第1回全国中東学校優勝野球大会が開催され、京都日中が優勝。 第3回大会からは、兵庫県のナルオ球場で開かれたが、観客像により手狭になったため、1924年からは、阪神電車甲子園大運動場で行われることになった。また夏の大会の盛況を受け、同年春からは、愛知県名古屋市の山本球場で、全国選抜中等学校野球選手権大会が開催され、翌年からは、 甲子園球場で行われた。1927年には企業チームによる都市対抗野球大会が明治神宮野球場で開かれた。1920年、早稲田大学野球部ビーラによって日本初のプロ野球チーム日本運動協会が1921年には天活野球団が創設されたが後に両球団とも解散。1934年、 読売新聞社の勝力松太郎によって第2本東京野球クラブが創設され、1936年には日本初のプロ野球リーグ日本職業野球連盟が設立された。中馬高第一高等中学校野球部ベースボールを初めて野球と日本語に訳したのは第一高等中学校の野球部員であった中馬高である。1894年、 彼らが卒業するにあたって武士を観光することになり、中マの書いた文章中に野球が登場するのである。逸話として同僚で名当主の青井悦夫が千本素振りをやっているところに中マがベースボールの翻訳をボールインザフィールド野球とすることを言いに来たと言われている。明治期の廃人で1889年に 確決して辞めるまで保守として好んで野球をプレーした、正岡四季が翻訳したという俗説があるが、これは間違いである。なぜなら、1896年に、新聞、日本で連載した四季の随筆、猿尾笠玉駅の中で、ベースボール未だかつて訳語あらずと書いているからである。この俗説は四季が、自らの幼名である、章にちなんで、 野球という画号を用いていたことが誤解されたものと考えられている。式は野球という画号を1890年に使い始めている。これは中マがベースボールを野球と翻訳する4年前のことである。つまり野球という表記を最初に使用したのはホトトギスであるが、ベースボールを野球と最初に翻訳したのはチューマである。しかし四は野球用語を 数多く翻訳しており、2002年にはその功績によって日本野球伝道入りを果たした。ありがとうございます。